はい、さよりです。さよりはこういうように、エラの中に、こう寄生虫が、入ります。これは1個だけですけど、これは寄生虫入ってても、体内と同じようなもんなんで、これ取り除けば特に問題ないです。こういうふうに、エラの中にこういうふうに寄生します。